チルンド橋はザンベジ川に架かる橋、ザンビアとジンバブエにまたがる。由来はザンビア川の町、チルンドから1939年に完成、鋼釣り橋で一車線。ジンバブエ川より2006年6月3日現在の洋子初代のチルンド橋が交通のボトルネックになり、 南部アフリカ開発共同体閣僚会議で橋の架け替えが優先プロジェクトとして位置づけられた。その後、ザンビアとジンバブエが日本にを要請。日本が受ける形で2000年から2002年にかけて建設し、完成した。コンサルタントは長大建設会社は鹿島建設。全長は400メートル、2車線で、福音10.3メートル。 チルンド橋の利便性を向上させるために2009年から出入国審査を一体化したワンストップボーダーポストが始まっている。この取り組みは橋の建設に続き日本が支援を行っている。実績紹介、チルンド橋ワンストップでスムーズな貿易を目指すアフリカで初のワンストップボーダーポスト運用開始。ありがとうございます。